こんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うぷ主の咲熊です。さて今回は、デンマークノルウェー王妃、ゾフィア・マーリエです。ここしばらく、強くかっこいい女性が続いたので、久しぶりにちょい悪王妃様参りましょう。悪女とまではいかないが、その好き放題っぷりは、北欧王妃では珍しいぞ。国王の四男に嫁ぎ、穏やかに生活していた彼女。しかし、思いもかけず転がり込んできた王位は、彼女の野心に火をつけました。裏で国を牛耳っていた傲慢王妃、ゾフィア・マーリエのお話です。ゾフィア・マーリエ・フォン・ブラウン・シュバイク・カレンベルクは、1628年3月24日、神聖ローマ帝国カレンベルク公領、ヘルツベルク・アムハルツで生まれました。父はブラウン・シュバイク・カレンベルク・コーゲオルク。母はアンナ・エレオノーレ・フォン・ヘッセン・ダルムシュタット。弟に初代ハノーファー選定公エルンスト・アウグストがおり、その息子でイギリス国王ジョージ一世は、彼女の甥にあたります。おのれジョージ一世。そして、スペイン国王カルロス三世王妃、マリア・アマリアの祖母は彼女の姪という名門の家系です。つまりマリアの妹ジョセフの息子、ルイ16世とも親戚になるわけね。ヨーロッパ王族はどこも親戚だらけだよ。ゾフィーの幼少期についてはほとんど記録に残っていません。彼女が表舞台に現れるのは、デンマーク王子との結婚が決まってからでした。1643年10月1日、ゾフィーはデンマーク国王クリスチャン4世の四男、フレデリク王子と結婚。フレデリクは、ゾフィーのまたいとこに当たります。ちなみに彼は31歳、ゾフィーが15歳だった。はい、逮捕。フレデリク王子はかつてブレーメンの大司教も務めていたんだよ。司教って結婚できるの？デンマークはプロテスタントだよ。プロテスタントは聖職者の結婚が許されているからな。ちなみにしっかり相性もいて、1638年には息子も生まれている。パリピッピ坊主か。王位継承から外れた王子が、聖職者となる例は多々あったんだ。理由はいろいろある。教会勢力の掌握や、兄弟間で王位争いを起こさせないためとも言われているな。ちなみにヘンリー8世も、兄が逝去するまでは司祭となるべく勉強していたそうだ。いやいや嘘だと言ってくれ。いやあ、神の使徒ヘンリーだよ。頼むから嘘だと言ってくれ。フレデリク王子はとにかく無口で、ほとんど笑うこともなく、内向的な性格だったと言います。国王に即位した後も、臣下たちは王が何を考えているのかわからないと語っており、謎の王位君主だったそうです。その反対に、ゾフィーは明るく社交的。そんな二人の関係は水と油かと思いきや、彼らの仲はとても良く。というか完全にゾフィーがフレデリク王子を尻に敷き、夫婦生活は順調でした。1646年には、後の国王クリスチャン5世が生まれます。この時期のデンマークは、30年戦争の末期でした。フレデリクは父クリスチャン4世から、ホルシュタイン公国軍司令官に任命されます。しかしフレデリクは、その時ともに任務に携わったデンマーク貴族との対立により、彼らに対し不信感が芽生え始めました。そんな中、1647年6月にフレデリクの兄、クリスチャンが急逝。他の兄二人は夭折していたため、フレデリクが王位継承者となります。世継ぎとして宮廷に住むことになったゾフィーとフレデリクは、それまでの生活から一変、華やかな世界に足を踏み入れました。自分はこの国の王妃となる。それはゾフィーの自尊心をくすぐり、彼女の野心に火をつけたのです。しかし、ゾフィーには目障りな存在がいました。それは、クリスチャン4世の娘、レオノーラ・クリスティーナです。レオノーラは聡明で教養が高く、クリスチャン4世のお気に入りの娘でした。レオノーラはクリスチャン4世の王妃の代わりに王を補佐し、ファーストレディーの役割をこなしていました。本来なら、次期王妃である自分がその役割を担うべきなのに、自分を差し置いて宮廷の中心にいるレオノーラが、ゾフィーは憎くてたまりませんでした。え、王妃はどうしたの？王の二人目の妃はドイツ士官と浮気がバレて宮廷を追われ、自宅軟禁になっているんだ。いきなりドギツイのぶぶ込んでてた。だがクリスチャン四世自身も、王妃の次女に手を出して子供を産ませたことでスキャンダルとなり、そのことを告発しない代わりに、妃の母と子供たちの権利と財産を、保証させられていた。いやどっちもどうしようもねえな。しかもそれぞれの子供たちも仲が悪くて争いが絶えなかった。泥沼のコンボがすげえ。ゾフィーはあからさまにレオノーラを無視し、宮廷行事や舞踏会などの催しの際も、彼女と一切言葉を交わそうとしなかったと言います。レオノーラはそんな彼女を批判しますが、
ゾフィーが態度を改めることはありませんでした。そしてゾフィーの憎しみは、やがて、レオノーラの悲劇へと繋がるのです。こっちは女のデスバトル。レオノーラは、クリスチャン4世の政権で首相を務めていた重臣の息子、コルフィッツ・ウルフェルトと結婚していました。彼は国王の財政政策に反対し、クリスチャン4世の娘クリスティアーネの夫、ハンニバル・セヘステッドと共に、義父であるクリスチャン4世と闘争を繰り広げ、勝利しました。このことで彼らは、宮廷での影響力を強くしていったのです。不倫されて不倫して脅されて子供らは仲悪くて婿にまで逆らわれてとか、ことごとく泥沼にはまるあんたすっげえな。泣いていい。この頃のデンマークは30年戦争に敗北し、国力は衰退の一途をたどっていました。王家の権威は失われ、貴族たちの政党が強い力を持っていたのです。1648年2月21日、クリスチャン4世が崩御しました。しかし、世継ぎであるはずのフレデリクの即位は難航します。国王崩御後のデンマークは、ウルフェルトとハンニバル・セヘステッドが、実質的な支配者でした。彼らはスボーガー党という政党を作り、国王もしのぐ大きな力を有すほどになっていたのです。スボーガー党の意味は、義理の息子党だそうだ。いやださ。これによりレオノーラの地位はますます向上し、フレデリクではなく、レオノーラを女王とする動きまで起こり始めたのです。彼らとの権力闘争は、激しさを増してゆきました。ゾフィーの夫への影響力の大きさは広く知られていたため、レオノーラ側はゾフィーに対する中傷までばらまきます。しかし、レオノーラの母が身分違いの偽善結婚だったこともあり、レオノーラの王位は認められませんでした。こうしてフレデリクの即位が決まったのですが、彼は大きな譲歩を余儀なくされます。それは、現在でも小さくなっていた王権をさらに縮小するという、国王にとって屈辱的な条件でした。それでもフレデリクは、国務院が示した即位の条件をのみ、国王の崩御から5ヶ月後の7月6日、フレデリク3世として即位します。王妃となったゾフィーは夫の政治顧問に就任しました。これは、夫であるフレデリク3世も望んだことでした。なぜなら、夫婦は同じ政治信念と目標を持っていたからです。王権を取り戻す。そして、二人の反撃が始まります。翌年、国王一家の毒、という恐ろしい陰謀が発覚し、国内に衝撃が走りました。さらに、この事件にレオノーラの夫、ウルフェルトが関与したという噂が流れたのです。ウルフェルトとレオノーラは事件の関与を否定しましたが、状況はどんどん彼らに不利となり、彼らはデンマークから逃亡しました。1651年までにスボーガー島は潰され、ハンニバル・セヘステッドも国外に逃げ出し、反国王の貴族たちはその力を次第に弱めてゆきます。これは彼らを追い落とす陰謀だったと言われている。ゾフィーが裏で糸を引いていたらしい。ひぃー。そして宮廷は、ゾフィーのものとなりました。ゾフィーは宮殿を、フランスやドイツのように華やかに変えてゆきます。当時のデンマークは深刻な財政難に陥っていましたが、彼女はそんなことお構いなしに高価な調度品、絵画を買い漁り、パリから新しいドレスや宝石を次々購入し、お金を湯水のように浪費していきました。絢爛豪華な舞踏会を開いては贅沢の限りを尽くし、宮殿でイベントのない日はなかったと言います。国王夫妻は、お揃いの真っ赤な衣装で現れ、人々の注目を一身に集めていたこともあったとか。しかし、ゾフィーがバレエや歌劇などを多く主催したことで、デンマークの文化が発展したとも言われているがな。ちなみに、自分や子供たちも出演していたそうだよ。スペインの使節はその様子を見て、幸せはそのような王のいる国であり、幸せはそのような王妃のいる王である。なんて言っていたそうです。ああ、これはいけませんな。すっかりはしゃいどりますな。これはレッツ革命待ったなしですな。その言い方やめんか。いやお前誰だよ。夏だからね。子供も次々と生まれ、二人は三男四女、七人の子供に恵まれました。その中の三男ヨハンは、以前の動画、イギリス女王アンの夫ジョージです。こんな強烈なお母ちゃんからこんないい子が。1657年、スウェーデン国王カール10世グスタフは、デンマークに侵攻し、両国の間で戦争が起こります。そしてそこに、逃亡していたウルフェルトが関わっていたことが発覚するのです。彼は祖国を裏切りスウェーデンと通じていたとされ、反逆罪で逮捕されました。彼の妻レオノーラもデンマークに連行され、取り調べを受けます。レオノーラは夫の罪を証言することを求められましたが、
彼女はそれを拒否しました。彼女はそのまま、裁判も受けられずに投獄されてしまうのです。レオノーラは塔の中の狭い一室で、窓を開けることさえ許されず、食事も満足に与えられない過酷な状況で、22年間も幽閉されました。なんで、この人全国王の王女やん、こんな扱いでいいの？これは、ゾフィーの個人的な恨みによる復讐だったと言われているんだよ。ひぃー。夫のウルフェルトも、1664年に処、されたそうだ。1658年、スウェーデンの軍は首都コペンハーゲンを包囲し、デンマークは絶体絶命の危機に陥ります。国王夫婦はそれぞれが馬を走らせ市街を巡り、兵士を鼓舞し、市民を励ましました。さらにゾフィーは自ら指揮し、市民への人道支援を行います。国王と王妃が前線に出て、共に戦い、自分たちのために奔走してくれている。その姿は、人々を感動させました。そして市民は一致団結し、国王と王妃のもと、軍も市民も一丸となって戦い首都を守り抜いたのです。この件で、二人の人気は爆発的に上がりました。かっこいい、これはくっそかっこいい。遊び回ってても決めるとこ決めるのずるいよね。おう、お前らもわかってるじゃねえか。いやだからお前誰だよ。夏だからね。いや日本の夏に1ミリもかすってないからね。泣いていい。あんたははよ成仏しろ。そして二人はこの勢いに乗り、デンマークの非常事態宣言によって、絶対君主制を導入する決定を下しました。反対派の貴族たちの抵抗に遭う中、この決定を強行するようにフレデリク3世を説得したのは、ゾフィーだったと言われています。フレデリク3世の絶対君主制への移行は、後のクリスチャン5世の代で確立されました。しかし、ゾフィーは1665年以降、政治的権力を失ってゆきます。彼女は、スウェーデンとの講和のため、娘のウルリカをスウェーデン国王カール11世に嫁がせようと考えますが、それにフレデリク3世が反対し、二人の間に外交政策の意見の相違が生じたのです。その溝は埋まることなく、やがてフレデリク3世の臣下に政治顧問の地位も奪われてしまいました。これには平和のためというよりも、娘をスウェーデン貴族ではなく、王族に嫁がせて、王妃にしたいという彼女の野心があり、それを夫が嫌ったという説があります。政治から遠ざかった彼女は、国の逼迫した経済状況にもかかわらず贅沢な舞踏会を繰り返し、さらには莫大な費用を使い、自らの城まで建設しました。1670年2月19日、フレデリク3世が崩御。王太子クリスチャンが、クリスチャン5世として即位しました。ゾフィーは、まだ年若い息子の摂政として政治に携わろうとしましたが、それは叶わず、それでもことあるごとに息子に口うるさく干渉し、妃であるシャーロット・アマリエに、ファーストレディとしての権利を渡さず、対立するなどトラブルばかり引き起こします。とやー、あー、女神様が恥を遠投したー。クリスチャン5世は投獄されているおば、レオノーラの釈放を考えていました。しかし、ゾフィーはそれを決して許そうとはしません。そこで王妃シャーロットは、義母ゾフィーとの交渉に乗り出します。世継ぎが期待されていた彼女はゾフィーに、必ず男子を産むと約束し、その代わり、生まれた子供が男の子ならばレオノーラを自由にしてほしいと、懇願したのです。ゾフィーもそれに応じ、釈放する約束を交わしました。なんていい嫁なんや。そして1671年に、長男フレデリク4世が生まれたのです。下振り振りのあんたかー。しかし、ゾフィーは約束していたにもかかわらず、レオノーラを釈放するなら、王太子の洗礼式に出席することを拒否すると言い出し、約束を反故にしてしまいました。とやー、誰か女神様のガチギレ止めてー。結局彼女が解放されるのはそれから14年後、ゾフィーの死後のことなのです。1680年、ゾフィーは当初の目的通り、ウルリカをカール11世に嫁がせました。この結婚が決まった時、ゾフィーは大喜びしたそうです。1685年2月20日、ゾフィーは56歳で逝去しました。国が困窮していても、好き勝手贅沢三昧に振る舞い、ライバルだった義妹に陰湿な復讐を果たした王妃。しかし、ただ遊んでばかりの王妃ではなく、国のために陣頭指揮を取り国民を守り抜き、国王と二人、がっしりとタッグを組んで国をまとめ上げた、その手腕は確かでした。性格はよろしくはないですが、そこだけは有能な王妃だったんじゃないか、とも思うのですよ。いや、そこだけですが。
ちなみに、娘のウルリカの結婚相手カール11世の父カール10世は、以前の動画、マリア・エレオノーラの娘で、スウェーデン女王クリスティーナに婚約破棄された、あの彼だよ。あの10年間待たされて振られたかわいそうな彼か。でもその代わり、スウェーデン王位もらったんやからええんとちゃう？ウルリカとカール11世もかなり尊い夫婦でな。いつか語りたいと思うんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。